ドベルト押すな、4年40億と言われてたけど、どうやらドルベースで4年4000万ドルなので4年60億円っぽいのか。NPB の契約と思えない、ソフトバンクの資金力やべえな。オスナ本人がいいねしてるんならガチっぽいし。4年60億はほんまに意味わからん。クローザーにその価値はないやろ。1球団だけメジャー並みの資金力やん。1球団だけメジャーの金銭感覚しとる。こんなん勝てるわけないやん。そりゃメジャーとの争奪戦勝つわな。さすがに頭おかしい。他の功労者はコストカットされてるのに。オスナ確かにすごいけど抑えに60億はやばいな。リリース投手に4年4000万ドルとか MLB で見てもかなりの高級取り。いくらオスナとはいえ、リリーフに年俸1000万ドルはエグい。これぐらい出さないと MLB の契約に勝てなかったってことか。他の選手の年俸を考えてもオスナに4年60億はやりすぎ感あるな。60億出せるならもっと他に補強するところあるやろとは思うけど。夢があるといえば夢がある。ソフトバンクとのマネーゲームは勝てる気しねえな。そのうちメジャーリーグで一番低い総年俸を超えるな。こんな球団とマネーゲームしてどうあがいても勝てるわけない。すごい投手なのは間違いないけど、ここまでのお金を出すほどかって言われたら違うんだよな。今永に逃げられバウアーにも逃げられそうだからやけくそになってるな。この球団もしバウアー勝ちで狙ってたら単年25億とか出してそう。4年後はさすがに手放すだろうし、その時に大補強確定なのはわかるな。勝てないと意味ないけどな。オリックスは若手育って残りを FA などの補強で使って勝ててる。ストーブリーグでこいつらに戦力そがれて不快になった後しばくのが通例やぞ。メジャーなんで行かなかったんやろなと思ったらこういうことか。これが本当だとしても野球は抑え一人でやるわけじゃないから無駄金にならないといいけど。5億円の助っ人外国人投手を3人の方が良さそうやけどな。4年間無失点じゃないと割に合わんな。まさか増えると思わんかった。どうなってるねんこの球団。